皆さんこんにちは、ミキーです。今私は東京タワーの真下にいます。今日はこの東京タワーには登らずに東京タワーが綺麗に見えるおすすめのスポットを5つ紹介しようと思います。それでは Here we go。 はい、まず1つ目がこちら。ここはこの豆腐屋うかいっていうレストランの目の前にある駐車場の地下に降りる階段です。この階段は両サイドがコンクリートになっているので、額縁に入れたような東京タワーを撮影することができます。残念ながら私の撮影技術ではちょっとこの暗さとかの調整がうまくできなくて上手に撮れないんですけど、一眼レフとかでちゃんと撮影するとめちゃくちゃかっこいい写真が撮れるので、写真好きの方はぜひ行ってみてください。ちなみにね、ここの場所は昼間でもねすごい素敵な写真が撮れます。はい、2つ目がこちら。ここはね、なんて言えばいいんだろうね、赤羽橋駅の近くの交差点です。東京タワーの周りには背の高いビルがたくさんあるので、ビルが邪魔して結構ね東京タワーを綺麗に撮れる道っていうのが少ないんですけど、ここはねちょっと目の前に遮るものがなくてめちゃくちゃね綺麗な写真を撮ることができます。はい、3つ目がこちら、増上寺です。今日はねもうちょっと残念ながら閉門しちゃってて中で撮影できないんですけど、もう少しね早い時間に来ると本堂と東京タワーのめちゃくちゃいい写真を撮ることができます。ここはもうクールな写真が撮れるので本当におすすめです。はい、4つ目がこちら、芝公園4番地です。もうここはね、あのドラマの撮影でもよく使われる場所なんですけど、この街灯と東京タワーがめちゃくちゃ綺麗に撮影できる場所です。今もねちょうど後ろでなんか音楽系の人が撮影してますね。はい、で最後がこちら、プリンス芝公園です。もうここは私の一番のお気に入りの場所で、本当はねもう誰にも教えたくないんですけど、今回は特別に紹介しちゃいます。ここは多分この隣にあるプリンスホテルのなんか庭園なんですけど、宿泊していない人でも自由にね入ることができます。ただ少しね高い場所にあるお庭なので、周りに遮られるものが一切なくて、まあとにかく東京タワーが綺麗で、意外と東京に住んでいる人もこの場所をね知らない人が多くて、めちゃくちゃ静かなんですよ。今はねちょっと冬の間なのでこの芝生に入ることができないんですけど、暖かくなるとこの芝生の中に入ることができるので、私はよくここでピクニックをしています。特に夜にするピクニックがめちゃくちゃおすすめで、すごいね気持ちがいい。またね暖かくなったらみんなでここでピクニックしましょう。それでは皆様の一日も素敵な一日になりますように。バイバーイ。